皆さんこんにちは。今回は香港ディズニーランド2泊3日間の旅行 Vlog をお届けします。香港ディズニーの注意点やおすすめのグルメも紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は早朝6時35分発のフライトを予約しました。初めて LCC の香港エクスプレスを利用して香港に向かいます。香港は行きは5時間のフライト、時差は1時間です。香港エクスプレスは LCC なので、座席指定料金や手荷物預け料金など別途料金がかかります。思ったより足元は広いのですが、フットレストはありませんでした。機内にはブランケットが用意されていなかったり、飲み物は別料金なので自分で用意しておくといいと思います。では香港に行ってきます。香港に到着しました。行きは5時間15分なのでちょっと長く感じましたね。タクシーで香港ディズニーランドホテルへ向かいます。140香港ドルで20分ほどで着くんですが、赤と緑と青の3種類のタクシーがありまして、私たちは緑を使ったんですけど、安いけど結構運転が荒かったりするので注意が必要です。香港ディズニーランドホテルに到着しました。手荷物を入り口のところで預けて、パークにバスで向かいたいと思います。今香港は春節の時期で旧正月のイベントをやっているので、すごくデコレーションも可愛かったです。12時30分頃香港ディズニーランドパークに到着しました。到着してすぐにディズニーの100周年のパレードをやっていたので、入り口のメインストリート USA のところでちょっと見ていきたいなと思います。100周年のコスチュームを着たミッキーミニーたちがすごく可愛くて、でさらにですね、ダッフィー&フレンズとか、あとプーさんとかもこのフロートに乗ってたので可愛かったです。1月下旬の香港は比較的暖かい日が多いんですけど、私が行った日だけすごく寒い日だったので、みんな結構着込んで防寒をしてる印象がありました。城前に到着するとディズニーの旧正月のショーをやっていたので少し見ていきたいと思います。こちらのディズニーの旧正月のショーなんですけど、なんと1日に5公演もやってるんですね。なのですごくね、見るチャンスがたくさんあると思います。今年は辰年なので、ムーランのキャラクターのムーシューが登場してますね。みんな旧正月のコスチュームすごい可愛いです。ではお昼ご飯を買いにメインストリート USA に行きたいと思います。こちらではリーナベルとかミッキーのワッフルが売ってて、このワッフルすごいね美味しかったんですけど、1800円くらいしますね。高いですね。でこちらのゴディバのココアもね、オラフが乗ってて可愛いんですけど1800円します。でこちらのメインストリート USA ベーカリーっていうのもスタバの隣にあるんですけど、もうすっごい値段が高かったので、節約したい方は日本から何か食料を持参するのがすごくいいかなと思いました。ダフフレのカップケーキなんかも1000円ですね。高い。香港といえばキャラグリ天国ですよね。今回は旧正月コスチュームのミッキーフレンズに会いに来ました。こちらの場所はファンタジーランドの裏のグリ施設なんですけど、日ごとのランダムでミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィーがこちらにいました。グッズショップに立ち寄ってみました。今旧正月なので旧正月のグッズがたくさん置いてありましたね。先ほど少し触れたんですけど、香港ディズニーには無料で使える Wi-Fi っていうのが通ってはいるんですけれども、エリアによってはあまりこう Wi-Fi の通じが良くなかったりとか、あとホテルとパークでは使えるんですけど、その間のエリア、例えばバスで移動してる間なんかは全然使えないんですね。でパークのエントランスの部分っていうのもあまりWi-Fi が通らないことが多いので、できれば eSIM とかを持っていった方がストレスは少ないのかなと思います。店を出て香港のキャッスル前にやってきました。もう一度ディズニーの100周年のパレードがあったので見ていきたいと思います。今回の香港ディズニーのチケットについてなんですが、私はクルックというサイトを使って予約をしました。こちらで 2day チケットを購入したんですけど、6日間の間に2日間行けばいいというチケットになります。金額はだいたい2日間で1万9000円でした。いよいよ新しくできたワールドオブフローズンアナ雪エリアに行きたいと思います。アナ雪エリアはいつも人気で混雑しているので、今日は下見のみということで、明日アーリーエントリーで入ってゆっくり遊びたいと思います。一つ目のアトラクションはフローズンエバーアフター。アレンデール城が見えてきました。美しいですね。本当に感動しました。二つ目のアトラクションはこちらのオーケンのジェットコースターです。
お店に入っていきたいと思います。ポストカードを買いたいと思うんですけれども、紙のカードをアレンデールのポストから投函することができるようになっていまして、こちらの木のポストカードに関してはアレンデールのポストからは投函できないので注意してください。お店の外にあるアレンデールのポストに投函すると限定スタンプを押してもらえます。一旦休憩でホテルに戻ってきました。私たちは今回香港ディズニーランドホテルに宿泊しています。この後ざっくりとルームツアーをしていきたいと思います。今回泊まったのはツインのお部屋で1泊4万円ほどになります。すごく広くて快適ですね。ベッドもすごく大きかったのでゆったりと過ごすことができました。前回香港ディズニーに来た時はエクスプローラーロッジに泊まったので、今回ランドホテルに泊まるのが初めてだったんですけれども、ヨーロピアンテイストな室内ですごく可愛かったです。ディズニーホテルに宿泊するとディズニーのホテル内のショップで使える10香港ドルのバウチャーをいただくことができるんですが、リーナベルの単体グッズには使えないということだったので注意してください。無料のウォーターサーバーとコーヒーメーカーも使うことができるのがすごく便利ですよね。で、紅茶とグリーンティーもこちらに用意されていました。ミッキーとミニーのカップは有料だそうです。冷蔵庫とセーフティーボックスもしっかり用意されています。ちょっと寒くなってきたのでホットの紅茶を入れたいと思います。こちらのウォーターサーバーなんですけど、自分でお湯の温度を選ぶことができるんですね。で、95度から常温の水まで出てくるので、これはね本当にありがたかったですね。水を買う必要もないですし、お湯がね一瞬で出てくるんですよね。すごく助かりました。バスルームも広々していて使いやすかったです。アメニティが7人の小人なんですよね。かわいいです。ミッキーのスリッパが置いてあったりとか、あとバスローブも置いてありますね。この後はモーメンタスを見にパークにもう一度戻りたいと思います。シャトルバスの時刻表は、バス停にある QR コードでチェックすることができます。だいたい15分ほどの間隔で来てくれるのですごく便利でした。パークに着いてからはスタバに入ってラテをオーダーします。大人気のキャッスルショーモーメンタスを見ていきます。この日は夜の8時公演でした。モーメンタスはすごく人気で、城前のエリアがすごく混雑するので、いい位置で見たいという方は1時間くらい前にいい場所を取っておくのをおすすめしたいと思います。ド派手ですごく素敵なグランドフィナーレでした。モーメンタスを見てホテルに戻ってきました。ホテル内のショップを少し見ていきたいと思います。旧正月のグッズがたくさん置いてあってすごく可愛かったです。香港ディズニーランドにはゴディバのお菓子がたくさん売ってるんですけれども、紙のパッケージで6000円とかするんですよね。結構お値段が高いです。でもめちゃめちゃ可愛い。こちらのアナ雪のお菓子もナッツなんですけど2000円くらいしますね。明日はアーリーチケットを持っているので9時にパークインしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝になりました。今日はアーリーチケットを公式で購入しているので、そちらを使ってパークに入りたいと思います。アーリーエントリーで入るとアナ雪エリアも比較的空いているので、写真を撮りたいという人はアーリー購入が必須かなと思います。30分ほどの待ち時間です。フロリダのウォルトディズニーワールド、ノルウェー館にあるアトラクションと基本的には同じだというふうに聞いてるんですけれども、この後ネタバレ映像が流れるので注意してください。フローズンエバーアフターはフロリダのウォルトディズニーワールドのエプコットにあるノルウェー館の中にオープンしたアトラクションになります。ちょうど10年前にアナ雪の映画が公開された時に、ノルウェー館のアトラクションをリノベーションして作られたんですけれども、こちらの香港のディズニーランドにあるフローズンエバーアフターはもうフローズンエバーアフターのために作られた場所を使ってますので、フロリダにあるものよりもかなり大きく空間が広く作られてるなと感じました。エルサがですねめちゃめちゃ近いんですね。なので最前列を確保していただくとすごく楽しいかなと思います。映像のクオリティがねものすごく高くてね綺麗でしたね。本当にアナ雪好きな方にはもう何度乗っても楽しいアトラクションだと思います。この
この後はアナ雪エリア限定のスイーツを買いにノージャンデライトに行きたいと思います。店内に入るとリンゴ飴やドーナツなどのスイーツを購入することができます。どれもアナ雪をイメージしたスイーツばかりですごく可愛かったです。でこちらで、ドーナツを購入したんですけれども、値段もねなかなか高かったですね。1個1000円くらいしました。外のカウンターではソフトクリームを購入することができて、こちらのオラフのソフトクリームも可愛かったです。隣にあるレストランの内装もアナ雪満載っていう感じですごく可愛かったです。オーケーのアトラクションは50分待ちだったので後ほど乗りたいと思います。アナ雪コーデをグレールでしてみたので品番は概要欄をチェックしてみてください。メインストリート USA に移動してきたらシェリーメイちゃんのフリーグリーティングに遭遇しました。めちゃめちゃ可愛い。1時間ぐらい並びましたね。こちらはダフフレの場所になります。こちらもキャラクターはランダムなので注意してください。海外ディズニーに来たら私は必ずと言っていいほどスタバに行くんですけれども、今回もスタバに来ました。お昼ご飯を買いに来たんですけれども、いつも私がオーダーするピンクドリンクっていうのがありまして、アサイとベリーが入ってるんですね。すごく美味しいのでおすすめです。ガゼボ前にやってきました。以前はこちらでミキミニのペアグリっていうのを行っていたんですけれども、今はペアグリは行っていません。日本ではなかなかこの距離でグリできないのですごく嬉しかったです。私が一番好きなアトラクションにやってきました。こちらがビッググリズリーマウンテンというのなんですけど、これが一番おすすめですね。香港に来たら、絶叫系好きだよっていう方は絶対に乗ってほしいアトラクションです。待ち時間も結構長いは長いんですけど、夜になると比較的短くなるので夜の時間に乗っていきたいと思います。今回は一番前に乗っていたのでその映像をお届けしたいと思います。ちょっと暗いのでね、最前列の雰囲気だけお届けするような形にはなってしまうんですけれども、とにかくねもうめちゃめちゃ早いし、めちゃめちゃね予想外な展開っていうのがね訪れるアトラクションなんですよね。もう初めて乗った時に、あこれで終わりかって思ったら全然終わりじゃないみたいな、ここねここが結構山場ではあるんですけど、あービッグサンダーマウンテンなのかなって思ったら、そうなんです、後ろ向きに進むんですよね。これがね相当面白くて癖になるので、今回は3回かな合計乗ったんですけど、全然飽きなくてねもっと乗りたいって感じですね。もう香港に来たらもう必ずこのアトラクションに乗ってほしいと思います。近くのフードワゴンでフィッシュ&チップスを食べてお散歩しながらアレンデールに向かいたいと思います。ライトアップされたイッツアスモールワールドがすごく綺麗でした。夜のアレンデールにやってきました。私夜の方がねワールドオブフローズンは結構好きなんですよね。オーケンのアトラクションに、昼に乗れなかったので夜に乗っていきたいと思います。こちらも最前列からの景色を録画したのでお届けしたいと思うんですけど、ちょっと夜だとかなり暗くてねあんまりわかんないんですけど、アレンデールとエルサの城をすごくね空の上から見れる感覚で、エリアがねすごく近くに感じられるのですごくいいアトラクションだったなと思います。夜のアレンデールすごく綺麗なので昼だけじゃなくて必ず夜も皆さん来ていただきたいなと思います。続いてはトイストーリーランドにやってきました。こちらにも私の大好きなアトラクションがあるのでそれに乗っていきたいと思います。トイストーリーランドにある RC レーサーっていうアトラクションに乗りたいなと思ってるんですけど、この奥に見えるねこのオレンジ色のこうレールみたいのがあると思うんですけど、これが RC レーサーのアトラクションになります。これはね最前列よりも最後列、一番後ろに乗るとねすごいスリルが満点なので、怖いもの好きな人は後ろに乗ってみてください。では最後にお土産屋さんを見てからホテルに戻りたいと思います。香港ディズニーといえばやっぱりダッフィー&フレンズのグッズがすごく豊富でたくさんの種類があるので、ダフフレ好きな方は本当お財布の紐が緩んじゃうような可愛いグッズがたくさんあるかなと思います。
今回ですね S サイズのぬいぐるみっていうのは全部在庫がなかったですね。残念でした。香港ディズニーでやはり一番人気なのがリーナベルですね。リーナベルのグッズはすごくたくさんありましたし、私もこのショルダーバッグを購入しました。ただ6000円だったので結構高かったですね。今日も一日本当に楽しい時間でした。明日はパークには行かずにホテルで過ごしたいと思います。おはようございます。今日は一日ホテルで過ごしたいと思います。朝からミッキーと一緒に体験できる太極拳っていうのがあるのでこちらに来ています。朝9時と10時なんですけど、どのキャラが来るかはランダムになってまして、私が行った日はミッキーに会うことができました。ミッキーと一緒にねこうやって太極拳できるんですけど、だいたい30分ぐらい前に並んでホテルのルームナンバーと人数をお伝えするという形になります。写真がねちょっと1グループ1回しかないっていうね、海外にしては珍しく厳しいですよね。そこだけ注意した方がいいかなと思います。でもすごくね可愛かったです。なんか香港らしい体験ができました。ランチビュッフェはエンチャンテッドガーデンに行きたいと思います。今回は日曜日だったのでランチビュッフェが行われていて、普段は、平日は朝食のビュッフェになりまして、前回行った時も朝食のビュッフェに行ったんですよね。で大人1人1万円で結構お高いんですけど、すごい旧正月のメニューということでね、なんか豪華なお寿司とかすき焼きとかいろいろありました。カニもね食べ放題だったんですよね。はい、ということでこちらは、グリーティングでね、2匹キャラクターが出てくるんですけど、今日は誰かな、ランダムなんですよね。でソフトクリームとかミッキーワッフルとかデザートも充実してまして、はい、私のお気に入りがですね、マンゴー杏仁プリンっていうなんかデイジーちゃんが乗ってるやつ、あとイチゴのベリームースは、ミッキーが乗ってたんですけど、それがすごい美味しかったですね。なんか旧正月の衣装のねキャラクターがこう乗ってるのもすごい可愛いデザートだなと思います。はい、ということで今回はプルートが来てくれました。可愛いシェフのプルートなんですよね。めちゃめちゃ可愛いです。はい、ということで、あと鹿児島県産のねすき焼きとかもあったんですよね。びっくりした。でこうやってライブビューイングみたいな感じでやってくれたりとかするんですよね。今回はね旧正月だったからなのか、なんとなく日本っぽいメニューが多かったですね。そしてもう一人グーフィーも来てくれました。グーフィーすごいねお茶目で陽気でね可愛かったですね。いっぱいポージング撮ってくれて会えて嬉しかったです。ビュッフェを食べた後は隣にあるエクスプローラーロッジホテルにやってきました。徒歩で5分くらいで着くんですけれども、一応シャトルバスも出てます。こちらは比較的新しくできたホテルで、アニマルキングダムロッジに似ているような内装になっています。フロリダにあるウォルトディズニーワールドのアニマルキングダムロッジの宿泊レポは YouTube に載せているので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。では館内を少しお散歩していきたいと思います。こちらには3つのレストランがありまして、ドラゴンウィンドっていうところでは朝食ビュッフェをやっていて、キャラクターに会うこともできますね。ちょっと外にも出ていきたいと思うんですけれども、外はお庭とプールがあります。階段を降りて下のフロアに行ってみたいと思います。こちらにはディズニーのキャラクターをモチーフにしたケーキが売っているショップがあるんですけど、すっごい可愛くて、他にもピザとかワッフルとかも売ってたりとか、軽食ですね、スナックとか、あとドリンクも売ってたりする、なんとなくコンビニみたいな品揃えのお店なんですけど、こちらにはリーナベルのドリンクタンブラーがあって、ここでしか買えないそうですね。でこんな感じでミッキーやミニーのキャラクターのついたドリンクが置いてあったりとか、あとヨーグルトとかフルーツとかもあるんですよね。なので朝ごはんとか食べるのにも最適かなと思います。であとこちらにはアイスクリームと、あとさっきも言ったようにキャラクターのケーキがあるんですよね。それがめちゃめちゃ可愛くて、でテイクアウトもできるので、ホテルの部屋で食べたりとか、これ持ってホカンス風の写真撮ったりとかするのもすっごい可愛いなと思います。これはねいつか日本でも売ってほしいなって思うレベルの可愛さですね。ちょっとお土産屋さんも見ていきたいと思うんですけど、こちらが、入り口入ってから左側にあるショップなんですけど、ここにもねいろんなグッズがあるので、最後こう買い忘れた時とかね、さっき部屋でもらったねホテルの10ドルのバウチャーとかここで使いたいなと思います。香港ディズニーといえばこのぬいぐるみブーケね、これも売ってたりしますね。
はい、ということでこちらのショップをちょっとぐるっと見ていきたいと思います。15時のチェックインの時間になるとキャラクターグリーティングができるんですけど、今日はミッキーでした。かわいい。3つ目のオフィシャルホテル、ディズニーハリウッドホテルにやってきました。デニムを着たコスチュームのミニーちゃんがすごく可愛かったです。それでは香港国際空港へ向かいます。香港エクスプレスのターミナルはかなり遠くて時間がかかるため、余裕を持って空港に行くようにしてくださいね。帰りの帰国便は4時間のフライトなので結構短く楽に着けると思います。今回香港エクスプレスのキャンペーンで往復4万円、座席指定、手荷物預け25キロ、サーチャージが込みになっています。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。他にも海外ディズニーの動画やお洋服の購入品レビューなどいろんな動画を載せておりますので、よかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。質問などございましたらお気軽にコメント欄に記載してください。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。